今は、髪明るいんですよ。私会とかで何人の方かには言ったんですけど、中学生ぶりに縮毛矯正をかけまして、中学生ぶりに。中学生の時は、なんて言えばいいんだろう。まあ、姉の影響で、ちょっとギャル語系のね、髪型とかをやってまして、ここだけ縮毛矯正かけるみたいな。前髪だけ縮毛矯正かけるみたいな。まあ、やってたんですわ。そんな時代も僕にはありまして。まあ先生に怒られましたけどね。あ、はい、すいません、つって乗り越えましたけれども。まあ縮毛矯正もね、ちょっと根元の部分がちょっともう癖出てきた感じではあるんですけれども、それで明るい髪がもうできないんだろうなと思っていた矢先ですね、なんとか美容師の方が頑張ってくださり、いろんな薬をこうジャブジャブしてですね、実現したわけなんですよ、ブリーチが。それで明るくすることができました。拍手。そうなんですよ。おお、I'm a summer boy. Long time no see. Yeah, sorry, cap. 今日は何してたんですかというご質問をいただいておりますけれども、本日私はですね、怒涛の日々を過ごしておりました。なんとですね、まあブログには書いたんで、ブログ見てくださっている方は分かると思うんですけれども、テレビ収録やって、そこから他の撮影をしまして、そこから他の撮影もしまして、まあ、いろいろ撮影して、なんだっけ、TikTok とかも撮り、ほいで、まあ朝はめっちゃ早かったんですけれども、ほいで、リキアと、お待たせいたしました、お待たせしすぎたかもしれません、リキアとね、カバー動画出す出すって言って、散々時間がかかってしまったんですけれども、カバー動画を予約撮りました。あとはまあ編集と音をつなげたりとかももちろん知って、まあ今月ないし11月6日日本武道館前後なのかあたりで載せれるかと思いますので、ちょっと楽しみにしていただければと思います。ほいで、ほいでな、ほいでな、ほいで、そこからジム行って、ちょっと追い込みまして ちょっと肩の調子があれれだったんで、ちょっとほぐしいの、サウナで汗を出しいの、鶏肉でタンパク質を取りいの、今洗濯回しております。完璧。拍手。皆さんもね、今日お忙しい方だと思います。朝早い。嫌なことがあった。部活頑張った、勉強頑張った、何でもいいです。そんな頑張った自分に拍手。素晴らしい。まあね、一日もっと頑張れたなって思う時とかあると思うんですけれども、それでもね、今日一日ということを、今日一日を乗り越えたことに拍手しましょう。このぐらい毎日ね、過ごせたらいいなって思うんですけども、まあ言うても人間なんでね、ちょっとサボっちゃったりとかいろいろしちゃう日もあると思います。それでもいいんです。そう、
ということで、ブログにもね、その一日の過程を書いたものを載せたんですけれども、最初は完璧ペキ、その後は完璧パーフェクトスピリットドラゴン、まあ、遊戯王をやっていた世代ならわかると思うんですけれども、ブルーアイズホワイトドラゴンというドラゴンがいまして、まあキラキラしてるわけですよ。レアなんですよね。まあ、それを僕も持ってたわけですけれども、なんと中二心をくすぐられたのかと、まあそういうのも忘れずにいるわけなんですけれども、はい、また司会の時に、まああと残りは福岡ですね。スピードじゃない、スピードドラゴンじゃない、その速い、速そうなドラゴンじゃない、パーフェクトスピリットドラゴンですね。そう、ソウル、あー違うっす、パースピっていう周期のこと、今違うっす、違うんですよ。この中二心をくすぐられる名前は訳さないで使ってほしいんですよ。僕訳しがちなんですけど、こういう中二心をくすぐられるとはもうフルで言うからかっこいいんですよ。そう、パーフェクトスピリットドラゴン融合するかもね。融合、うん、融合したらな、まあでもなんなら融合してそれになったまであるけどね。え、久しぶり見てるの？明日も朝早いのでね、今日は。てか最近結構もう、なんて言えばいいんだ、生活リズムが規則正しくなってますよ。朝早い日が結構最近多くてですね、ありがたいことに。あれか、12秒中傷です。さすがに今集めたいですけどね。うん、 T シャツのシワそうなる。さっきまでちょっと一回ゴロンしてたからかな。お酒最近飲んでないですね。朝早い日が多くて。最近何かアニメ見てますか？いい質問。あのね、友達のまさきの勧めでね、コードギアス反撃のルルーシュ勧められたので前は一気見したわけですよ。面白かったですね。なんかちょっと中二心もくすぐられつつ、まあ、ラストのね、あのちょっと不憫な感じだけども覚悟のある主人公、かっこよかったです。でそこから、あのね、私会では言ったんだけどね、あの、あれ、乙女ゲームの、あ、終わった。選択が、まあ、ちょっとぐらい放っておいても大丈夫でしょう。あの、乙女ゲームの破滅フラグをどうたらこうたらっていうアニメがあるんですけど、それも面白かったっす。なんかあんまりそういう系見ないんですけど、なんか評価も良くて見てみたら、なんか面白くて、シーズン2までザーッと見ちゃいましたね。で、今は、応援してくださってる方からおすすめされたアニメを今見てる最中です。ハメフラだ、そうだ、ハメフラ、そう。ネックルさん。ということで、そろそろ CL に移ろうかな。CL に移って、洗濯物を乾かして、そのアニメを見て、バタンキューみたいな。あ、そう、そしてね、ブログね、今日、超久々に、2回更新したんですよ。で久々に、まあ、時間あったんで帰ってきてから言うて帰ってきたのさっきだけど、コ
メント返してみました。バイバイ級じゃない、バタン級。え、バタン級って言わないの？お仕事で疲れてもう、うわぁ、もう疲れた、やったわぁ。バタン級。バタン級。ということで、じゃあ、シエルに行こうかな。それでは、バイ。あ、あとストーリーでね、秋衣装、新衣装。変わったんですよ。そしたので、よかったら見てみてください。バタンキューいいよね。バタンキューね。それでは、シエルで。